キタッシャン選手、ダニ選手、ジャック選手、優勝するのは俺だね。よちょよ、ライジョンです。今日もやっていくんですけど、今日はね、昨日の、ファブゲーミングカップ、ファブカップですね。で、決勝があったんですけど、そこでね、ちょうど、ファブのデスタね、選手全員と当たったので、そのね、リプレイをね、一本ずつね、解説していこうと思います。ということですね。まあ、結果から言うとね、まあ、見てない人用に言うと、最後ジャックに負けてね、2位でした。はい。で、1位は30万円で、2位が10万円なんですけど、まあ、惜しくもね、その30万円をね、逃してしまったということでね、まあ、賞金別にまあまあまあって感じなんですけどね、やっぱね1位になれなかったというかクソ悔しいですね、本当に。いやマジでね、発狂しそうになりましたもん、昨日負けて。なんかそのこのね立ってる時にその表彰みたいにされるんですけど、うわーってね叫びたくなりましたね、本当に。はい、ということで、今日もね、解説していきたいと思います。まあ北ちゃん戦1本とダニスさん戦1本とでジャック戦2本ですね、解説していきたいと思います。でまずね、北ちゃんですね、このラバーリプレイをね、でこのスキアイスピのロイフグなんですけどね、これみかんさんが作ったデッキなんですけど、ね、すごく強い。あのね、昨日めちゃくちゃお世話になりました、本当に。あのね、マジでね、いや、マジで強かった。なんなら負けてねえんじゃねえかなって。昨日出して一回負けてない気がするけど、どうだろう、わからない。答えはわからないって感じですね。まあ、とりあえず ISP とかでね、ちょっかい出していき、ケツマジやっちゃっか、ケツミニペから展開ですね。で、相手がバルーンとかラバの場合にハンターは温存しておきたいので、ハンター後ろから切るのは結構 NG ですね。うん。ハンターだけはこう。で、こうやってマジャチを展開していって、ハンターですね。うん。って感じで、ロイフグと。まあ、こっちにね、別に、このロイフグ守られてもいいんで、こうやってね、エリクサーを使わせることによって、こうやってね、相手が攻めユニット1体と防衛ユニット、防衛カード1枚出すと、こうやって、攻めにカードつなげらんないんですよ。そう。で、ディガーとか来るかなと思って、これね、パフォーンしたんですけど、箱で。あんまいらんかったですね。はい。って感じで、まあ、このね、檻が、なんだろう。パーンって、矢の雨ぐらいのね、ダメージがあるので、結構ね、ラバパピーとか、まあ、プリンセス、バレル、まあ、そこら辺ですね、矢の雨で死ぬカードすべて、処理することができるんで、ね、結構強いですね。そう。結構強い。ラバとか、やっぱ大型系にはね、結構強いかなっていうイメージがありますね。そう。昨年のコウモリ消せたりするんで、ね、結構熱いですね。あと、ノックバックあるんでね、結構、なんだろう、雪玉的な感じでバルーンとかにもね、強かったりして。まあ、ここはね、大型相手は、ロイオグセパすると、両サイドに1体ずつユニットを引き出せるんで、片方に火力の高いカード、こういうベビダラとかに火力の高いカード当てて、もう一つの低コストのカードで真ん中に集めて、効率よく処理、することができます。なんでね、ロイオグセパは、ね、結構大型相手、ゴレとかラバとか、まあ、あとジャイとかですね、そう、施設がない相手にはめちゃくちゃ刺さるんで、ロイオグセパおすすめですね。はい。って感じで、こんな感じでね、やっていき、まあ、後ろマジアチャから展開と。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、とりあえず、ここ、ロイホグ投げるん、あ、違う、ミニペか。ミニペ投げて、ハンター出して、で、スケという感じなんですけど、ここ確かポイズン、めちゃくちゃいいポイズン打たれるんですね。はい。いやー、ちょっとめちゃくちゃいいポイズンだったな、本当に。で、ここ、アイスピーぐらいね、あ、やってるか。はい。で、やっていて、で、ここですね。よいしょ。って感じで、まあ、ここはロイホグセッパーかなと。するよね、多分。あ、そっちか。なるほど。で、ここでクエイクと。で、これ、タルババ読みのミニペースね。魔女帳生存させたかったんで。で、ここ、縦線読みの、アイスピなんですけど、このアイスピ当てることによってね、魔女帳の、1シュパでね、こうやって、縦線がね、剥がれるようになるんで、ワンチャンベビドラ潰してから、魔女帳が縦線2シュパで潰せるんですよ。なんで、アイスピ当てるとね。なんで、そこは延命できるかなと思ったんですけど、なかなか難しかったですね。って感じで、ここね、今リプレイ見るとね、相手がボムタワーから1枚切って縦線のサイクルだったんですよ。だからここ、ミニペロイフグやってれば多分タワー折れて勝ってましたね。ちょっと甘え、俺の手札ワークが甘かったですね、ここは。って感じで、まあ、ここはね、もうちゃっちゃインドラ、これハンター死んだら終わるんで、これで、ね、シュパーンって落としたんですけど、いやーちょっと早かったな。焦っちゃった。インドラがね、いたんで、ちょっと焦っちゃいましたね。で、このアイスピーもめっちゃ下手なんですよ。これね、パピーに飛んじゃってね、ここリセットできなくて557で、結構ね、絶望的状況ですね。で、ここは、同サイド行ったらカウンターでディガー繋げられて負けるんで、絶対逆サイ行かなきゃダメですね。ハンターとか防衛にカード出してから、こうでスケとかで守って逆サイ。で、ロイフグミニペセットで、攻撃すると、結構ね、こんな感じで。ミニペがね、ボムタワー殴ったりして、
結構ロイホがこうやって通ったりするんですよ。そう、ここはハンターとスケで守ったけど全然拾えなくてね。ハンターももう少し低く出せばあれだったっすね。ディガーにもタゲ行ってもう少しダメージを抑えられたんで、ここもちょっと甘えちゃったっすね。でここも攻められる前にボムターミニペ、あ、ボムターじゃない、ロイグミニペね。そうで、ボムタワーにはクエイク、これ徹底ですね。これやんないと全然削れないんで、多少攻めにね、使いすぎても、でこれアイスピで1回ディガー拾ってからハンターですね。まあこれはまあそうですね、よいしょという感じで、ここぶち抜きタイム、ぶち抜きタイム、これがマジでかかった。これがねあったからね、俺はでここ無視し、あ、そうロイグミニペでいけたんかでここはクエイクで削っていきます。はい、でここはアイスピで拾ってハンターと、スケハンターですね。どうせポイズン打たれるんで、ハンターで拾ってあげて、ここはまあ手札回してクエイクという感じで GG です。はい、でもし最後ねアイスピ拾ってなくてディガ一発入ってても、ディガ一発ね、56なんで、まあそれでも勝ってたんでね、結構ね、最後の詰めがいい立ち回りできたなって感じですね。うんはい、ってことで、どんどんやっていきます。次は、ダニ3000ですね、のエリゴレ。エリゴレね、マジでね、コメント、使うとね、すげえコメント欄荒れるんですよ。ジャックが使ってた時も、エリゴレチンパンで草みたいな。とか、あと、俺とね、ダニさんのこのエリゴレミラーの時も、つけてるだけで草みたいな。コメントがね、めっちゃ多いんですよね。もう本当にね、ダニさんとミラーやってみてください。そういう思う人は、本当に。絶対勝てないから。いや、マジでね、これ、ダニさんとエリゴレミラーをする、この、わかる？このパンタラを煮立てしてるダニさんとエリゴレミラーをするこの難しさ、分かってほしい、俺は分かってほしいよ。このエリゴレだって考えてるんだよマジで。まあこうやってユニット出すまでちょっとね4倍速でいきます。確かね1分台に入った時ぐらいに俺がマジで出した気がする。よいしょって感じで、ダニさんのね手札が結構ね死んでたんで、このライドラを引き出すことに成功ですね。エリゴレで、これライドラを見た瞬間に、まあエリゴレかなって思ったんで、はい。で、これライドラミラー、あ、違う、エリゴレミラーはライドラがいないときに、片方がライドラを出すと、勝てるんですよ、絶対。そう、なんで、こうね、ライドラを出して、もういい感じに。あとはトルネ、マジャチが来たらトルネって思ってたんですけど、後ろに来たんでね、ここは速攻で5打ちますね。はい。バーンって感じで、5打ってあげて、これまずね、初手で結構一本折れます。なんですけど、まあまあまあ、これもね、ライドラをね、ちゃんと引き出したということで、まあまあまあ、よしとしましょうって感じですね。で、こうタルババ、やると、竹がね、変わって、その相手のキングがごっそり削れるんで、相手もね、カードを出してね、対応しなきゃいけなくなるんですね。で、ここでタルババとかも引き出して、まあ、エリクサーアドバンテージそんな取られずに、はい。で、感じなんですけど、ここめっちゃ大事。ここ一回防衛に濁点出すんですよ。はい。で、俺はもうね、もともとこれキング狙うつもりで、こっちに濁点出してるんですけど、ここで、ライドラをね、防衛に出すんですね。ライドラを防衛に出すと、相手は絶対に、攻めにライドラを使わないと、ライドラが突破できないんですよ。ライドラ取るんでね、守られるんで。なんで、そのライドラを自分が出したら、相手が絶対ライドラ出してくるんで、その瞬間に、キングを狙いに行きました。なんで、俺がライドラ出してから、ナニさんのライドラを見る前にね、多分、そう、ヒーラーで、これちょうどタイミング被ってるんですけど、被るように出しましたね、本当に。あとは、タルババ来たらトルネですよって決めて、つって、マジアチャ延命して、タルババでこれ処理して、あとはね、マジアチャとかを出してヒーラーぶち抜いてあげるだけで GG という感じですね。うん。まあ、もしこれで折れてなくても、緊急回避ファイブがあるんで、まあまあまあって感じですね。よいしょ。で、グッドゲームという感じで、まあ、この勝負はね、結構いい立ち回りができましたね。うん。確実に決めていける、慎重かつ大胆なね、立ち回りができたかなと思います。はいはいはい。はい。で、ここなんですけど、ジャック戦ですね。でも最初は、正直これね、きついです。もうね、デッキ読み大幅に外れました。デッキ読みが大幅に外れて、このデッキ、ビビザラしかコウモリ処理できるかないんですよ。そう、だから、コウモリ無双されて、もうね、見ればわかるんですけどね、迫撃に無双されて、まず陸撃がそんな、もうね、ダメっていうことでね、迫撃に無双され、コウモリに無双され、もうディガー・バルキリーとかでね、削られ、削られ、削られ、マスキーが生き残り、つってね、もうね、地獄みたいな試合でしたね。はい、もう早く終わんないかなと思ってたんですけど、もう絶対勝てないやないかいってね、思ってたんですけど、北シャン戦と、ジャック戦で使って2戦2勝だったんで、この時マジ強いですね。本当にお世話になっちゃった。今回の大会では。うん、まあ出しときゃアンパイでしょ、みたいな。このメタルのが難しいんですよ。高回転で、しかも、施設が入ってないんで、クエイクとかも別になくして、しかもロイホグ、ハンター、マジャジャがあるんでね。ファイボとかね、入れても別にどれに打っちゃえん、みたいな感じだし、まあスパーキーとか来てもね、スキアイスピーでタゲ取りながら守れるんで、別にね、全然戦えるっていう感じですね。
そうで、で本当はねこれね、まあ、試合終わった後ジャックとかにも言ったんですけど、2級クロスがねめちゃくちゃクロスがきついんですよこのデッキで。なんでね、いやいや全然クエイク入ってるしあんなったって思う人ねいると思うんですけど、あのね、そうこのデッキクロスがきついんです。はい、って感じで、まあここね5入ってて、おーよーちゃんとスペルを組み替えてねやるなと、思ったんですけどね、ちゃんとここラバ展開してきて、で逆線ミニペでね、とりあえず相手がババとかだったら引き出せるから美味しいなと思ったらちゃんと縦線でしたね。やっぱね、カード陸空き1枚1枚のね選出とかもね、ジャックマジうまいですね本当に。でここはマジアチャー真ん中出して、まあ右サイドをこうやって守りつつ左サイドですね。でこれディガーワンチャン来るかなと思ってスケセパしたんですけど、でこれは別にタイミング外したわけじゃなく、あえてこれですね、この位置に出して、ガグを潰しました。はい、なんで、これでねマジアチャーが延命できてるっていう感じで、ね、結構いいこのあれですねデリバリーだったんじゃないかなと思います。でここは固めて、端前に固めてもどうせ5打たれるんで、はいはい、はい、でここはメガゴという感じで、ここはマジアチャーでね、しばいていきますと。はい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 、いいですよという感じで、ここはね多分ロイホグ13かな、13セッパした気がする。で13こうするとね、22セッパすると片方のね2体とマジアチャの方に5を打たれて、2体のロイホグが無視ってことができるんですよ。そうなんで13の方が両サイドによりねダメージが入るんですよ。1体とマジアチャ、それと、まあ2体と、あそう3体、そうですね、1体とマジアチャと、3体だけで、3体だけの方も削るし1体の方も削るって感じで、結構ねええ感じの攻めになってるんですけど、ここの無視がうめえのよ。ここで縦線とか切ってたらそれをまたね自陣でしばいて攻めミニッペとかが刺さるから、相手がね完全に形を組めないんですよ。だからここで縦線温存して、もうフル許容のバルーンがマジでうまかった。これはねうまいとしか言わない。でアイスピーを巻き込まれてね、これ俺のアイスピーが下手でしたね。はい、なんですけど、まあ、ここは一回マジアチャも残ってるんでね、ロイホグ飛ばして、それをね、全部このマジア、生き残ったマジアチャで全部いただいちゃおうかなって感じですね。ここはクエイク打って、まあ、折るという感じで、まあ、さすがにね、バルーンがちょっと痛いんで。で、マジアチャね、これ残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 れって祈ってたんですけどね、アイスピー出したけど残んなかった。これマジね、ちょっと、防衛があれでしたね。で、ここはマジアチャをね、先に出してから、ロイホグで攻めて手札を回して、ハンターと2周目マジアチャを手札に戻す感じですね。はい。で、これ、スケ出して、ハンターですね。ここで出していきます。で、これ、くっつけるとね、ファイボで巻き込まれちゃうんで、ちゃんとね、離すことが大事ですね。で、ここはファイボとか来るんで、まあ、先にアイスピで固めて、手札回していきって感じですね。よいしょ。で、ここはマジアチャを出していきます。よいしょ。で、こうやって、ええ感じに守ってね。で、この小物どもは別に入ってもいいんですけど、メガゴだけは入っちゃダメなんで、ちゃんとね、ここはロイフグで釣っていきます、後ろに。このロイフグね、マジでうまかったと思う。本当にうまかった、このロイフグは。で、ここでクエイク打つから、相手もね、圏内入るんですよ。で、あとはバルーンを飛ばすしかないんでね。ここら辺ハンターとか出して、あ、ここ先こっち出したんか。危な！なんでハンター出さなかったんだろう。よいしょ。という感じで、まあ、アイスピで固めて、あとはね、クエイクが手札に戻ってるんで、打って、GG という感じですね。はい。なんですけどね、この試合危なかったですね。ジャックに後で聞いたらね、デッキこれ来るって分かってたんだけどなーって言ってたんで、デッキセンスもバレてたんですけどね。結構バレてても、なんかね、メタリングいいですよ、本当に。で、さっきクロスがきついってね、言ったあれなんですけど、スケアイスピーですね、と、あと、クエイク打つと、アイゴレとウッド、どっちもないのね。このテンプレ、上のテンプレはアイゴレとウッドあるから、どっちかって言えばクロス壊れるんですけど、クエイクでもね、5分の1くらい残るんですよ、クロスが。で、アイゴレでタゲ取ることもできない、ウッドもないから削れないで、クエイク打ってもね、あれなんですよね、なんか、クロスが残っちゃって、それでタゲ取れるカードがあんまね、低コースでタゲ取れるカードないんでね、大ダメージ受けるじゃないですか。そう、だからね、クロスは結構ね、相性悪いですね。いいように見えて。うん。で、最終戦、ジャック対、ライキ・ジョーンズですね。これ、そうだ。そりゃそうだわ。ここ問題のシーン。ここね、マジ俺がね、30万円をね、失ったシーンですね。マジでね、勝てた。本当にね、正直言うと勝てたけど、俺のね、終盤のね、プレイがね、マジ甘かった。爪が甘かった、本当に。で、ジャックは、ちゃんとね、忠実に、なんだろう、慎重にね、形を組んで、許容して、もう形を組んだら俺のデッキって死ぬんですよ。大型スペルがないんでね。
なんでそれも知っててちゃんとね形をねフルで組んできたジャックも上手かったですね。なんでここは見てほしいと思います。でここなんですけど、あのねベビドラ見たら逆サイね、ロイフミニペ行っていいんですよね。くっつけて、でなんでかっていうと、ベビドラってあれなんですよ、大型しかないからスケアミとか縦線とかね入ってる場合はね結構少ないんですね。まあラバだったら入ってるっちゃ入ってる場合もあるんですけど、まあ結構ねゴレとかのケースが多いんで、ベビドラ見たら正直逆サイねミニペロイフグ行っていいと思います。ここでロイフグだけ飛ばしちゃった俺もねちょっと良くなかったですね。でミニペを追加する、これはトルネクルナっつって、でここへ行くって全ユニット処理ですね。まあまあまあここら辺で結構有利かなーってね、俺も結構ここら辺で頭の中にこう30万円と思ってたんですけど、なかなかうまくいかないものですね。でこれね、なんだっけ、スキアイスピ型からウッドアイスピ型に変えたんですけどね。そうジャックがね、まあホグとかバルーンが得意だったんで、まあスキアをね逆にペッカとかミニペとかねそういうのをプリンスとかね、まあ使うイメージがないんでね、そうなんでまあスキアをアイスピにしたって感じですね。そうやっぱスケそんなバルーンとかホグの防衛に役立たないんですけど、アイスピだとねやっぱ動きを止めて一発分防げたりするんでね結構優秀ですね。でここはミニペロヒョグをして、まあ一本折り合う感じですね。一本折り合ったら結構マジャジャとかアイゴレの逆サイユードとかで結構有利に立ち回れるんで、ここは共有しながら受けようと思いましたね。うん、よいしょ。でまあそんな感じでここはねアイスピで固めていくと。そうでまあそんな感じですね。でここも結構いい感じの防衛をして、はいはいはい、でここも寸前でウッドねギリギリ打ってキングに圏内入ってからオッケーウッドっていう感じでね、ここまでは良かった。ただここからめちゃくちゃねアド取られてるんですよ。ここで相手はミニペの受けがきついと。だからねロイフグミニペをね組めばいいだけなんですよ。なのに俺はここでロイフグ行ってしまった。まずねここプレイミス1ポイント、プレイミス1ポイントです。はい、ここでやって相手はねまあさすがに来ないだろうつってナイスイズ出してからのねペッカで、でここもちょっと運よく球は折れたんですけど、ここからね、プレイミス2ポイント始まります。ここはねあれなんですよ、相手の手札がこうやって見ていただければ死んでるんですよ。なんで端前ミニペ右とかに出したらフリーズ取るねとかね、結構ユニットね引き出せたんで、そこでペッカをね逆サイ誘導しながらマジアチャとかで処理できたんですよ。それなのに俺は防衛に回ってしまった。しかもここで攻めミニペをすればいいだけなのに何をしたと思いますか。俺はケツからミニペを出してるんですよ。もうこれいらない、これいらないから、もうねもうペッカの処理なんかしなくていい。もう逆サイ誘導して時間稼いでキングおるだけなんですよ。もうなのにもう俺はアイスウィズも切っていて陸受けもないのにケツからミニペを出してるんですよ。これマジ本当にライオンですよこんなの。なんでここでねまあもう勝負がね決まっていたと言っても過言ではないですね。はい、でこっからはねもう早送りでいいですね。火力が違うんでもうね余裕で折れないって感じで、まあ持ってかれてしまいましたね。端前ミニペをしていればあったーって感じなんですけど、まあこれがねマジねほんとね俺30万円のねミニペッカだと思ってます本当に。はい、まあこのミニペッカがね30万円するってね思ったらねまあ深い話ですよね。はい、まあもうケツから出せないでね、ああいう時はまあもうタワー2本折れてたからキングを攻めるだけでもうねジャックも半分もうこれあーこれやばいって多分思ってたんですけど、俺のプレイが甘かったばっかりにねちょっとマジでね切れそうになりました。あーやっちまったーと思ってね、もういつも俺もね爪が甘いところがあるんですよ本当に。そう最後の最後の決勝の最後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 でねミスしてしまったんでね、まあここはミスしなかったねジャックと俺のね魚という感じでね、まあ結果を受け止めたいと思いますね。はい、ということでね今日は解説していったんですけど、あー悔しいですね。なんかねやっぱねまあ個人的、いや俺人はどうかわかんないですよ、俺の感想ですけど、まあ2位以下はねやっぱ同じだと思ってるんでね、そう1位と2位以下だと思ってるんでね。はい、まあ今回はね副賞みたいな感じで俺にもね10万円ありがたいことにねいただけたんですけど、まあ今後はねちゃんと1位目指して頑張っていきたいと思います。ということで今日はこの辺で終わります。バイバイ。